こんにちは。マーキュリッジの西野です。今日は、心をつかむプレゼンにするためには、比喩を使うと良い。という話をしたいと思います。プレゼンテーションにおいて、比喩を使えるようになると、もう、がぜん効果性を高めることができるようになります。ぜひね、使えるようになっていただけると良いと思います。じゃあ、まずはですね、私なりの比喩の定義を押さえてから、で、どんな場面で使うと良いかっていう話に入っていきましょう。定義これです。自分の言いたい論点を少し離れた事象を使って説明し直すことということなんですね。じゃあ早速、どのような場面で使うと良いかっていう話ですね。この2つの場面に使うとすごくいいと思います。まず1つが、当たり前のことを言うとき。当たり前のことですね。はい。継続は力なりなんていうので、当たり前すぎるじゃないですか。そんな時に使うといいですね。それから、あとは複雑なことを言う時ですね。やっぱりそれ理屈で説明されてもピンとこないなっていうところで、シンプルな比喩なんかが非常に効果的なんです。じゃあ、いくつかのね、例をご紹介しましょう。まずは、当たり前のことを言う時の例です。ご存知、孫正義さん。もうこの人ね、比喩いっぱい使ってるんですね。その中の一つです。まずは論点ですよ。言いたい論点はこれなんです。この場合はね、今からご紹介する例なんですが、志があれば障害は乗り越えられるんだ。どんな障害だって乗り越えられる、みたいに。よく聞くじゃないですか。これをそのまま話しても、退屈なだけだと思います。なので彼は、後悔に例えてるんですね。例えばこんな感じのことを言っています。近くを見るから船酔いするんだ。100キロ先を見ていれば景色は絶対にぶれない、ね、ビジョン、志があれば少々の嵐にだってへこたれないんだ、みたいな、そんなことを言ってるんですね。これ非常にシンプルだと思います。で、こうやって言い換えると少し印象的でね、情感に訴える感じになるんじゃないですか。これが1つ目ですね。孫さんの例です。2つ目いきましょう。キングコング芸人ですの西野さんの例なんですね。で、近畿大学の卒業式でしたスピーチがね、なかなか評判でして、で、当然芸人なのでね、そこで言ってるスピーチの前半は、大体こう笑いを取るっていう。で、最後の方に言ったほんと少しだけなんですが、そこで非常にうまい比喩を使っていて、それで評判になっているんです。で、そのパートにおけるメッセージはね、あえて解釈するとこうだと思います。解釈するとね、成功する前はうまくいかないものだ。だから、そういうふうな報われない時間帯だって頑張れ。そしたら必ず道は開ける、みたいなね。これもよく聞きますよね。当たり前っちゃ当たり前です。なので彼は時計に例えています。鐘が鳴る時計ですね。でね、これちょっと複雑なんですよ。若干説明しないとこれわからないので、時計ってこう0時から始まって1時、2時、3時って、当然進んでいきますよね。で、必ず0時から1時の間に短針と長針が重なる時があるんですね。で、それが2時から3時も3時から4時もずっとそうなんですが、実は11時から12時の間は鐘、あ、ごめんなさい、針が重なる時ないんですよ。で、彼はこの10、針が重なる時っていうのが、少しうまくいく時。そして12時になって、そしてガンと言わないか、ゴーンと鐘が鳴るっていうね、これは大成功した時なんだって、こんな意味で比喩として使ってると思うんですね。なのでこういう言い方をしています。11時台は実は針が重なる時がないんだと。だけれども、だからこそ12時になった時に大きな鐘が鳴るんだと。なので報われない時間帯もある。そう思ったら、もう一頑張りできるよね。大事を成すためには、報われない時間帯があるということを理解せよ、みたいなね、そんな感じのことを言ってるわけですよね。っていうなのも、ちょっと複雑なんですが、ただもうちょっと短く言ってますよ。さすがにここまで説明すると、冷めます。ね。で、当然そこまで説明してないんですが、私は一応専門家として解説をしたわけなんですが、それを短い言葉である程度説明しているっていうのも、なかなかオリジナリティのあるね、情感に、これまた情感に訴えるうまい比喩だと思います。さあ、2つ目の複雑な事象を説明するときっていうところの例いきましょうか。例えば IT ですね。
IT 系の方、特にシステム系の方が説明するときにね、例えばこういうふうな例あると思います。このシステムにおいて、このバグとかエラーとかを見つけるのは非常に難しいと。もうどれだけ大変だかということを理屈でわーっと長めに説明するんですね。ただこれね、素人だとピンとこないと思います。もう説明されれば下げる、されるほどよくわかんないって感じになるんですね。なので、そのある人がこれね、説明してたんですが、大海原におけるコイン探しをするようなもんなんですっていう、この一言でうまく例えてたんですよ。これどうですか？素人だとパッとイメージできません。大海原のコイン探し、いや、ほとんど無理やんっていうのが、イメージで直感でわかりますよね。で、その前のある程度説明もあった方がいいです。で、その上でこういうふうに言い換えるっていうのは非常にうまいと思うんですね。こんなふうにね、複雑な事象を説明するときにも比喩を活用いただければと思います。じゃあ、このね、比喩を活用する3つの効能、これまとめたいと思います。まず1つは、イメージが伝わりやすくなります。そうすることで、当然分かりやすく伝わることになります。先ほどのコイン探しの例がそうですよね。その前の、いわゆる理屈の説明じゃん。多分全然わかんない、素人には。でも、ほんの一言でパッとイメージが伝わって、あ、そういうことなのねっていうふうに、すっと腹落ちしたっていう人もいると思う。結構多いはずなんですよ。なので、一つ目の効用、イメージが持ちやすくなる。二つ目、感情を動かすことができる。そうすることで、印象に残るってことです。まさに孫さんの例とか、あるいはキングコングの西野さんの例っていうのはそうだったと思うんですね。要はこう情感に訴えることになります。もっと言うならば、例えば時計とかね、鐘が鳴る時計とか、船の航海とかって、なんとなく全員が体験している、あるいは全員が何度も見たことがある事象で、自分なりのイメージを持ってるわけですよね。だから、その自分なりのイメージと重ね合わせながら、自分なりに解釈して、こう、なんていうのかな、自分の中に咀嚼するって感じなんですよ。そうすることで、実は印象的にすることができるっていう、こういうメカニズムなんですね。3つ目が、本質をつかむこプレゼンに仕立てることができるってことです。これね、意外と言われてない盲点だと思います。結局ですね、比喩を使おうとすると、今自分が言ったことを言おうとすることって、本当の本質、深いものって何なんだろうって考えるはずなんですよ。そうすることで、じゃあ、この本質のポイントを相手によりなんか印象的に分かりやすく伝えるために、事象を話したらどういうことが言えるのかなって、このプロセスを経ないと、実は比喩って思いつかないはずなんです。なので、このプロセスを経ること自体、実は自分が話してってことですね。しっかり本質をつかもうとする、深い本質をつかもうとするってことなんですね。ということによって、当然プレゼン自体もより本質的になるってことなんです。まあ、これだけのね、効能があるわけですから、ぜひですね、機会を見つけては、プレゼンテーションの中で比喩を使っていただけると、よりね、効果的で印象的なプレゼンに仕立てることができると思います。ぜひ参考になさってください。ありがとうございました。